あのね、僕ね。はい、どうも、高野花、あやめトライアングルです。はい。今回、ねえ、主人公がさ、ねえ、レベルわかるよ、そのね、スナックワールドの主人公っぽくすれば、これが似合うんだろうけど、この顔で、この走り方はやめてくれ。しかも、カリンコリンだからさ、アンパンマンのあの、骸骨マンだっけ、あれにしか見えないんだけど、あ、バイキンマンさみたいな感じで。なんだ、なんか楽しいことあったのか。とりあえず、今回はね、ちょっとやりたいことなんですけど、まだちょっとこれ始めたばっかなんですけど、何お城、お城行けと分かりました。了解でござんす。んこれ何これ何お届け物受け取り何これ何これ何これあ、てかさ、文字の漢字がさ、完全にあれだよね。もう、妖怪ウォッチレベル5さんだよね。ダウンロード商品何何何何マドウリングって何これありがとうございます。もっともっともらえる受け取り商品ない。了解でございます。ちょっと待って、パスワードなんか面白いの出るかな。はい。パスワードを入力。何いいよ、いいよ、こういうようにしてくれる。これさ、最強武器くださいみたいな。最強武器にしてみようよ。最強武器。あ、で、チート武器にする、チート武器。あ、これ来ましたわ。これ来ました。絶対これね、レベル5さんね、これ遊び心用意してるんですよ。これね、チート武器。チート、チート、武器かな？チート武器にしてよ。これね、出ますよ！これ、もうトライアングルさんも、あーもう気づいちゃった、気づいちゃった、わー、いわいわ、いや、絶対そうやわ。チート武器、行きましょう！これで、多分、どうだ！いや、待て待て、チート！はい！ダメだったね。いやー、出ると思ったんだけどな。とりあえずお届け物受け取りでなんかもらえたので、まあそれはいいとして。はい。じゃあ今度、どんどんやっていきますか。はい。いやー、大丈夫かなこの走り方で大丈夫かな。早送りはするつもりないんだけど。船、あ、結構広いんだね。うわー、すごいな。いいなー。こんな街に生まれたかった。僕のね、周りね、なんで今、うふんって言った田んぼとかしかなかったんですよね。うわ、やべ。どれやま、あ、チョップ、お、チョップなにんなんだやばい、ちょっと待って。これは、あ、これ、あ、こいつが、びっくりした。よかったわ。よかったわ。こいつがチャップかと思ったわ。な、こいつが主人公になっちゃったのかと思った。年取ったチャップかと思ったわ。よかった、危ねえ。泥棒は許さんあー、そうですね。大丈夫か完全にチャップ君今、ラリってだけで頭。大丈夫か早いでごわす。あ、待ってくれー完全あれだよね。あの、ジャイアントスネオポジションだよね。でも、スネオの場合、若干スネオの価値すらなさそうなやつがいた。走ってたけどね。あの、ジャラステ好きな方、てか、スナックワールド好きな方、ごめんなさいね。あの、僕、あの、こういう感じの実況スタイルなので、かなり、あの、不快に思われる方が多いと思うんですけど、で、なんか追いかけろって言ってたっけ？とりあえず追いかけてみようか。ね、こっちでいいの？なんか、あ、矢印の方行けばいいのね。ごめんなさい。あ、そっか、追いかけるんじゃなくて、とりあえず、フレンチトーストに行けと。わかりました。了解でございます。いろいろ話もしたいんですけど、それは裏でやっておきます。はい。いろいろちょっと、でも話だけ聞いてみようか。お主、見かけん顔じゃの。お城に何が用かあるかね。お前、あ、お前なんか漫画太郎みたいな顔しとんのみたいな。やめてくれ。やめてくれ。お城はそこの時計台をくぐってまっすぐ着くと着くぞい。多分だって言って。こうやってやって行ったら意外と処刑場だったみたいな。そういう感じ。バレたなみたいな。わしは嘘をつく達人じゃみたいな。そんなじいさんやめてくれよ。行こうか。これ、入れてくれんの絶対入れてくれないでしょ。これさ、絶対やった瞬間、バーン、あー閉じて、お前入れねえよとか言ってくるパターンでしょ。大丈夫でしょ。てか、せめてさ、君さ、兵士くんさ、槍持とうよ。何素手で頑張ろうみたいな感じ。吉田沙織ですか。スナックワールド界の吉田沙織みたいな。うむ、通ってよし。あ、この顔であれですか、理事長からなんだっけ、と、怪しい奴がいないかこうして見張っているのだ。お前は怪しい、捕まえるみたいな。やばいな、大丈夫かな、これネズミ捕りとかじゃないよね。何してんの何してんの、ここまで来たら入ろうよ。あれ、あ、入れた、びっくりした。さあ、来ましたね。餌ですね。これ完全に騙されるパターンですね。おお、この間の生きた俺のものか、もう体は良いのか。はい。うん、大丈夫でござる。そうか、それは良かった。それで名は何と申す。私の名前は、トラララララ、星です。はい。この星がね、あの、ダイヤモンド愉快的な、角田ヒロみたいな感じで、好評を博しております、みたいな。ほう、トラララか、ライト感溢れるいい名前じゃの。ですかね、ライト感なのかな、変な病気も持ってこないよ、私。大丈夫かな、ちょっとあの、下の方はいろいろ持ってる、やめとこう。うん。それでお主は何者で、どこから来たのじゃ。ですね、そうですね。私、日本というところから来まして、中学校の頃、かなりあの、いろんな様々ないじめを、やめとこう。なんと、
名前以外完全完璧、完全完璧に何も覚えておらんと思うんですか。いますよね、そういう人。だからちょっとあの、ご飯を巡ってくれみたいな。それは一大事じゃな。しかし、記憶がないことを気に病んでいても何も始まらん。記憶がないならないなりに頑張るしかない。てかさ、さっき悪い病気持ってないって言ったけど、どのさ、感じでそう言ってんの？わかんなくない？その、パッと見た瞬間じゃさ、その中の内臓、臓器的な病気かもしれないしさ、それで悪い病気が何もないっていう。あんなにさっきの宿屋の人がいろいろ調べてくれたってこと？え？マジでそういう感じ？ああ。まあ、良い。はい、よろしくお願いします。同じくらいのスナック感覚で付き合える身近なキャラクターは、なんか頼むのにちょうどいい。頼んだ。やばいですね。これ完全に勇者路線から、完全に、あれですね。山頂的な、なんかもうあの完全にモブキャラの扱いになりそうですね、今後は。はい。さて、メローやよ。この前はどうするのじゃ、え、なに、ローにぶち込んでおけとか言って言われない。大丈夫。メローラちゃんに全てかかってんだけど。ん？パパ、え、ちょ、やめて、それ、すぐさ、こうやってさ、なんか子供みたいにさ、ものすぐになんか、違う興味を違うことに言っちゃうのやめてくれるかな？パープライト補正がすっごく話題らしいの。ほいほい。そういうの持ってないとひもっとしてるから食ってんのが、これ絶対お父さんといかがわしいことしてるよね、普段。威厳っていうか、プライドっていうか、そういうの大事だしさ。何ちょっと、アローラーみたいな、メンディーみたいな感じになってたけど大丈夫か？メローラーよって、このままの興味やもんや、するせ。やめてくれよ、そういうの。もう、そういう人無理だから。パパパパン、パープルアイが欲しいのって言ってんで、ね、これ持ってこいってことでしょ？わかりました。持ってきましょう。君のパープルアイ、君の心も盗んじゃうよ。みたいな、ルパンです。みたいな。王様、パープルアイは、エビー天ぷらを神殿にいる。メドゥーサが持ってる。あ、メドゥーサ聞いたことあるでべや。はい。メドゥーサ聞いたことあるべや。あれでしょ、石化する、あの、女の子でしょ？マジですか。元気だね、君。そういうこともあろうかと、すぐに向かっております。王様！いい声ですね。ただいま戻りました。せめて剣を持ってくれ。頼む。頼むからもうちょっと武器を持ってくれと。お、戻ったか？クルトン兵長。メデューサが、あ、違う。倒されたのじゃな？なるほど。多分あれですね。これはメデューサじゃないですね。これ多分過労死というものですね。働かせすぎですね。冷静だの、この女の子。で、では、ドラララら、頼んだぞ。ねえ、なんじゃと？いい声だ。まずはこのライセンスを、おんでしに預けよう。トレジャーライセンス、ありがとうございます。はい。ショップライセンス、ありがとうございます。はい。んこれでメデューサ討伐のクエストを受けられるようになるぞ。じゃが、その前に。何ですか？コンビニなどの、ありがとう！ありがとうない。コンビニはすごい使うからいいわ。ちょっと早送りしようぜ。何これ？ちょっと待って。ごめん。予想以上に早かった。予想以上に早かった。僕の人生も早送りしたんだけど。あれ、ちょっと待って。さっきのメデューサどっか行った？あれ？まあいいや。とりあえず、ちょっと待ってね。まあちょっと今回はね、この辺りで終わりたいと思います。これからね、ちょいちょいこういう検証も交えながら、まあストーリーやるかわかんないんですけど、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんじゃ、お疲れ様でした。バイバーイ。